アラモアナセンター来ました。やっぱりここ楽しいんですよね、来ると。まあとっても広いのでゆっくり見ていきましょう。アラモアナセンターはこういうオープンエアな雰囲気がいいですね。のんびりだらだら歩いてるだけでも楽しいです、ここは。そうそう、このパラソルが並んでるところ、あのターゲットの前ですね、ここの雰囲気がすごい好きなんですよね。なんかこうアメリカって感じ。この M&M's かわいい。なんかこうよからぬこと企んでそうでいいですね、この顔が。この M&M's がいたこのお店、It's Sugar ですね。なんかあの甘いお菓子で有名なお店ですよね。子供は大好きだろうな、こういうところ。ではターゲットさん行ってみましょう。失礼します。トライアル&トラベルなので、こう小さめサイズ、ちょうどいいサイズの化粧品とかクリームですかね。この旅行用の携帯歯ブラシ、コンパクトにできるやつ、これ結構いいですね。 2.99 ドルかな。あ、プロアクティブです。プロアクティブってアメリカのメーカーなんでしたっけ。この辺はちょっと高級なものだからか鍵がかかってますね。海外の歯磨き粉って効くイメージありますよね、強力で。続いてお菓子ゾーンにやってきました。海外のスーパーのお菓子ゾーンって楽しいですよね、見てるだけで。こういうナッツバーというかシリアルバーみたいなやつ結構美味しいんですよね。前回来た時に買っていってなんか美味しかったなっていう記憶があります。この辺かな、前買ったやつは。大好きなマウイスタイルがあります。お値段は 4.69 か、結構高いっすね、やっぱり。このポップコーンなんだろう、これお坊さん？みんな大好きプリングルス、みんな大好きチョコゾーン、M&M's がたくさんですね。ここはコーンフレークシリアルゾーンです。ケロックタイガーがかわいい。コーヒーもいっぱいありますね、種類が。やっぱりスターバックスのコールドブリューが巨大です。あとこの下のね、これ多分クリープとかそっち系だと思うんですけど、シロップがめちゃめちゃ大きい。さすがアメリカ。僕はやっぱりここが一番大好き、ビールゾーンです。いやー絶景絶景。12缶パックで 14.99、 こちらも12缶パックで 14.99。 こちらは比較的なお手軽ワインゾーン。ターゲットさんで
コーヒーやら歯磨き粉やらお菓子やらを買いました。これは日本から持ってきたユニクロの買い袋。結構長居しちゃいましたね。でもとっても楽しかったです。お昼になってだいぶ日差し強くなりましたね。ハワイらしくていいです。アラモアナセンターといえばこれを思い出す人も多いんじゃないでしょうかね。アラモアナセンターステージ、ここでよくフラダンスとかショーとかやってますよね。今はやってないです。アロハ。人も増えましたね。やっぱりお昼の時間帯になると結構混雑してきます。しかも今日金曜日の週末ですしね。続いてこちらのロングストラックさん行ってみましょう。ハワイアントロピックって書いてあるからハワイでも使えるあの成分とかなんですかね。日焼け止めとか。ここは男の身だしなみゾーン。これってヒゲのブリーチ剤ですか。ほう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 。こちらはオーラルケアゾーン。結構やっぱり充実してますね。こちらはトライアル&トラベルゾーン。やっぱりこういうところ、こういうのはどこにでもあるんですね。お試しサイズというか小さめサイズ。こういうラゲッジタグとか重さ測るやつとか、あと多分防犯上の鍵ですよね、キー。こういうなんかトラベルキットがかなり充実してますね、ここは。そうそう、このね、持ち運びできる歯ブラシと歯磨き粉のセット、これがね、めちゃめちゃいいらしいです。なのでまとめ買いしていきます。大好きなお菓子ゾーンに突入。ここは明らかに観光客向けでしょうな。このハワイアンホストとかマウナロアとか。ここは日本のお菓子ゾーンですね。高い。揚げ一番、多分歌舞伎揚げみたいなやつかな。 5.29 ドル。おばあちゃんのポタポタ揚げが 5.69 ドル。カップラーメン、辛ラーメンのカップラーメンも売ってますね。大好きなお酒ビールゾーンです。ここが一番ビッグウェーブの6缶パック安いかも。 10.99。 こちらはワインゾーンです。結構種類ありますね。お、長屋至極の梅 18.99 が、ん？安くなって 12.59 まで下がってるのかな。ロングスドラッグさんで歯磨きトラベルセットやらブリーチ剤やらを買いました。さっき使ってたユニクロの買い袋に入れてあります。草間さんのかぼちゃアート。お、リモアさんがある。正面はノードストロームですね。ノードストロームに行くと見せかけてユニクロさんに行きます。この辺りがハワイ限定というかハワイオリジナル商品ですね。では上のフロアにも行ってみましょう。価格チェックと言いますか、どれくらいの金額なのか見たいと思います。スリムフィットチノパンが 49.9。 クルーネック T シャツが 19.9。 ヘアリズムコットン T シャツが各種 19.9。
それではユニクロ市場調査はこれぐらいにしましょう。当然ですけど、やっぱり高いですね。そりゃみんな日本来たら爆買いするって思います。ユニクロさん、ありがとうございました。ではそろそろお昼ご飯を食べに行こうと思います。まあどこにしようかですが、1階のフードコートに行ってみたいと思います。